恐怖に震えた一夜工藤肖像青森空襲1年前の昭和19年私は長島小学校1年生に在学していましたその頃からよく下校時や魚釣りの途中グラマン機からの機銃攻撃を受け戦争の恐ろしさを知らされていましたけれども昭和20年7月28日 一瞬にして地獄を図えずに化してしまったあの情景と衝撃は34年の歳月が流れた今も脳裏に焼き付いて離れませんその日は前夜から降り続いた雨もやっと上がりあちこちにできた水たまりが美しい月の光にこ々と照らされていました私たち家族6人が夕食を済ませ寝床に着いたのが9時頃でした ラジオを聞いていた父が突然空襲警報が発令されたぞと叫んでいました小河半島から B-29 の大編隊が東北東の方向に向かって進行中とのことでした兵隊に行ったことのある父はこれは危ないよお前たち早く逃げろと有無を言わせず私たちに荷物をまとめさせました 生まれたばかりの赤ん坊を背中にした母を先頭に小学校6年生の姉はリアカーを引き私と妹が後押しをして何も逃げなくてもという町内の声をよそに大野方面の知人宅に向かって走りました40分ほど過ぎたでしょうかトロン小道を夢中で走りながら町会の役員なので責任があるからと残った父を心配していました 当時あった火葬は近くまで来て、ふーっと息をつき、後ろを振り返ってみると、西南の方からガーンとものすごい爆音で B29 の大群がやってきました。まるでトンボの群れのようでした。するとまもなく今度はもう一体北方の方から飛んできました。後で知ったことですが、函館港の空襲を目指した B29 は、 津軽海峡の天候が悪くて引き返し直ちに青森の攻撃を開始したということでした爆音が見る間に一面に届き渡り照明弾がしだれ花火のように夜空に映え60キロ級の爆弾の音は大地も割れるばかりに耳をつんざき次々と青森機関区浦町小学校付近に火柱が立っていきました 子供の頃に綺麗だなぁと眺めていたのもつかの間です。街全体が燃え始めているので我に返り驚いてしまいました。それからは手に持った荷物も忘れてリアカーを引き再び逃げました。目的地は大野です。鍛冶屋をしていたあそこの家に着くと40人近くの人たちが逃げ寄ってきておりました。やれやれと人 息つくや否やドカーンと爆弾が屋根をつんざき落ちてきたのです夢中で私は逃げましたそこからはでんでんばらばらです父のことも母のことも頭にありません裸足で田んぼの中に逃げ稲をかき分けて走りましたいつか誰かが話していた言葉を思い出し花火が頭上に来るように逃げました 炎が真上に見えると焼夷弾の落下する位置がずれるという予想なのかもしれませんが火の雨の中をくぐり抜けるのが精一杯上ばかり見て走っていたら2メートル近い深さの池に落ちました死ぬかと思ったこともありました草にしがみつき池を乗り越えどう走ったのか気がついた時は全身ずぶ濡れで細声という 隣村の小高い丘についていました。視界に入るものすべてが燃えていました。私の目は赤い炎に釘付きにされ、目をそらすこともできず、力尽きてペタンと座ってしまいました。この時に見た光景は生涯忘れることができないでしょう。今も鮮明にその時の意識が蘇ってくるのです。 怖いな戦争って恐ろしいものだなというのが当時8歳であった私の印象でした兄弟のそばにいない不安を覚え帰り道を探しとにかく大きい道路をと歩いているうちに夜が次第に明けてきました大野の十文字を目指して歩いていると青森市内で被害を受けた人々の行列に出会ったのです 顔中が水ぶくれで、背中は焼けただれ、全身が散らけという人、腕のない人、泣き叫ぶ人、阿鼻教官とはこのことでしょう。強ついて歩く人など、何百人という避難者の列が続いていました。私は泣きたい思いも忘れ、一目散に走りました。 焼夷弾の焼けた匂いや熱く立ち込める黒煙で夜も明けたというのに日が全く差し込まない暗闇ですそんな中をやっとの思いで歩いてたどり着いたところに母も兄弟も無事でおりました二日後には父にも会うことができ最高に幸せでした数日後戻ってきてみた青森の変わりようには全く驚きました 焼け跡からくすぶる煙の中に白いコンクリートの建物や消防会館、日の宮柄がポツンポツンと見えるだけ、前方にはおわおわと海が広がって見えていました。一夜にして全く姿を変えてしまった私の街です。空は相変わらずどんよりして、二日間は日が差し込みませんでした。大人の会話の中で、 学友が死に親戚が死んでいったことを知らされ、また焼けた途端の下に小さい頃から面倒を見てくれたおばさんが小さく丸くなって死んでいたのを知らされ、初めて熱い涙が流れてきたのでした。数日して大きなトラックがそれらの死体を積んで三内墓地に運んでいきました。川へ魚を釣りに行った友や、 席を隣にした学友もこの死体の山の中に入っているのかと思えば身が震えました優しかった恩師の消息もこの時を限りに途絶えてしまったのです戦争の恐ろしさを全身で感じた日々でしたそれからは食糧難と待望生活の長い苦しい生活が始まり 弘前の疎開先で8月15日の終戦を迎えました近くに弘前の連帯車があったのでけたさましいサイレンが鳴り続けた記憶があります空腹の毎日でとうもろこしの粉が配給されると塩で味付けした焼きパンを作りました一人分はほんの少量でした 茨城午後のさつまいもを主食にしようとしても、それさえ手に入らず、草ぼうきの実を茹でたごまあえや山菜の花、アカシアの新芽を摘んで食べ、いつも下痢状態でした。父はよく上磯方面へ、バソリで魚の買い出しに行きました。その時が空腹で食べることしか頭にない私たちの唯一の楽しみでした。 戦後2年間は転々とすることを十数回。行く先々で疎開者と言われ、もう飛行機は来ないから青森に帰ろうよと父にせがんだものでした。半分以上が栄養失調の子供ばかりで、膝がガクンと折れて倒れ、翌日になって休んだのかと思っていると、死亡の届けが来ることもありました。 まるで使い古した櫛の葉が抜けるようにクラスの子供が次々と死んでいったのです。バラック小屋でストーブのない校舎。コンクリートの冷たい壁に囲まれ、藁で作った草履にリンゴ箱を机の代用にして勉強しました。窓はガラスがなく、ビュービューと冬は雪が入ります。春夏秋冬を 一着の衣類で通し、今にも擦れ切れそうな綿入れの着物で過ごしました。配給の魚油石鹸で体を洗うと、ますます白身が増え、古事記の子のような姿で少年時代を過ごしたのです。戦後すでに34年、戦争を知らない世代が日本の人口の50%を超したと聞きます。 私が8歳の年齢で体験した戦争の数々後の出来事は平和な社会を築きたい。築いていかなければ誰かがまた同じ服を続けていく。という戦争阻止の祈りとなって心に刻みついて離れません。この思いは私一人ではないでしょう。あの空襲の日を生きた人たちには歴史の意気証人として 一人でも多く後世の青年に語り継いでいく使命があると私は思っています。以上があ当時8歳、小学校2年生で青森空襲を体験した工藤正造さんの恐怖に震えた一夜という青森空襲の体験記の一文でございました。 これを見ると青森の長島小学校に在学してということで、あの辺りももう空襲で大変でした。それでもお父さんがやっぱりその兵隊に行ったということで、非常にその行動が早くて、皆さんがまだ逃げ、退避しないうちから大野の方面に向かって逃げたと。これがやっぱり生死を分けた大きなきっかけ。 だったと思いますね幸い、えー、兄弟も親御さんも無事で、えー、空襲を生き延びてそして、えーま、家はまあ焼けたようなので弘前の親戚に疎開してとで、えー、終戦の日は弘前で迎えたということですね。その後戦争が負けて2年間は 住むところもなくていろんなところを十数回転、えー、々としたということで行った先々で、えー、疎開者といってねバカにされたということも書かれておりますねでまあ戦後すぐですから、えー、食料なんで子どもたちも栄養出張な子どもがたくさんいてとクラスの子どもたちがあー同級生がね栄養出張とかで、えー どん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 死んでいく様も書かれております。その後はコンクリートの冷たい壁に囲まれた校舎でということですから、長島小学校、あそこはコンクリートの筐体で焼け残ったので、そこを利用して戦後また教育が始まったので、そこでストーブもなくということでね、本当に 大変な時代をの少年時代を過ごしたということでそういうこともあってやっぱりその、えー、戦争というものはやっぱりやっちゃいけない戦争阻止の祈りそして体験したものが歴史の生き証人として一人でも多く後世の若い人たちにそれを語り継いでいかなきゃいけないという使命感を持って。 この工藤さんも体験記を書かれたようであります。本当に、えー、ありがたい話です。今日も最後までご静聴くださりありがとうございました。さようなら。